シのゲーム部屋。皆さんこんにちは、キッシュと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターを元気にやっていきたいと思います。さあ前回作ったですね、こちらスカルスパイダーですね。このスカルスパイダー2代目なんですよ。実は1代目スカルスパイダーはこいつなんですよね。雲型なんだけど足がね4本しかなかったりとかね、後ろの部分のね膨らみがね少なかったりとね、でね最大のね至らなかった部分は HP ですね、1400しかない。こんな図体してるのに、はい、ステゴサウルスとほぼほぼ同じの HP ということでね。まあ、こいつの HP を8倍してね、はい、こんな感じで新生スカルスパイダーということで作り直しました。はい、今日もですね、大胆なビリを大胆に配置していく。もう大胆に配置することを、はい、101匹ビリですね。さあ、スカルスパイダーの戦いっぷりを見ていきましょうということでね。はい、どっちのスカルスパイダーも敵に向かってこうやって勢いよく突進していって、足のですね、触手で攻撃するといった感じですね。はい、大きな違いはですね、尻尾にワイヤーガンがね、なんか10個ぐらいついててね、はい、ワイヤーをね、発射しまくって、敵を拘束するといった戦い方ができるのが、この2代目スカルスパイダーですね。まあ、10個ぐらいワイヤーガンついてるんだけれども、なんかね、やっぱ1体をね、10個のやつがね、もう同時にね、狙っちゃうんでね、実質1人を狙うような感じになっちゃってます。はい、激しく絡み合っている仲良くビリーを倒しましたということで、まあ、こいつをね作る理由となったのがですね、はい、こういうねスケルトン恐竜たち、まあ、恐竜のね骨のねパーツが追加されて、結構ね骨ユニットが作りやすくなったのでね、スカルスパイダーをはい作りました。よく見るとね恐竜のねあばら骨がね至るところにね使われてるんですよね。はい、骸骨恐竜たちもねなかなかね恐竜にね劣らずね結構ね強いんですよ。体力もあるしね。ということで、スケルトン軍団がね、今ね、急成長してますね。あんまりね、兵器はね、スケルトンに似合わないので、近代兵器はつけられないんでね、こうやってね、肉弾戦メインの戦い方になっちゃうんだけれども、なんかやっぱすごいよな。すごいなんかインパクトあるよね。スケルトンが襲ってくるっていうね。はい、かっこいいかっこいい、いい感じ。はい、というわけでね、新しいスカルスパイダーがね、加わったということで、そしてね、恐竜のね、骨軍団もですね、もうめちゃめちゃ加わったからね、スケルトン軍団もマジで強くなってます。前回ね、スカルスパイダーが、いろんな生物からね、パワーを集めてきてね、ガシャドクロをね、復活させようとしてたんですよね。その儀式が今、ちょうど行われてる。うわ、どうした？ガシャドクロの様子がどんどんと。ついにガシャドクロ様の復活だ！したぞ、皆の者、ご苦労であった。なんというパワー、これがガシャドクロ様の真の力だというのか。はい、ガシャドクロついに復活しましたということでね、はい、腕にはね伝説の名刀ダークブレード持ってますね。でね、通常のねスケルトンの足はですね、こうやってちょっと細くてね、なんかねひ弱に見えるんだけど、ティラノサウルスのね下半身を使ってるのですっげーどっしりとして見えますね。でもねあんまり違和感ないんだよね。で、上半身もですねちょっとねアーマーっぽくしてみました。いやー、こいつ強いですよ。ガシャドクロ様、早速そのお力で世界を手中にすべく進軍しましょうぞ。まあ待て、せっかくだ、この力を一人で試してくるぞ。まだ復活されて間もないのに、お一人に私も同行させてきた。黙れ、余が一人で行くと言ったら余は一人で行くのだ。晩御飯までには戻る。行ってしまわれた。いやー、気持ちがいいですね。小鳥がさえずるこの大草原、今日も平和だな。そうだな、今日はとてもいい天気だ。こうやってビリーの大集会、ビリー大集会にはうってつけの日だよな、みんな。ああそうだ。おい、あれはなんだ。くだらぬ人間どもがたくさんいるぞ。どれ、あいつで我が力をテストしてみるか。巨大な骸骨が現れた。でもこっちはビリーが100人いる。なんとか勝てるはずだ。行くぞみんな。さあ、ビリー100人ガシャドクロテストということでね、はい、ガシャドクロ、このね復活したガシャドクロはですね、はい、闇のオーラを身にまとい、そして剣をですね振るい、さあそして右手はですね相手をもうね容赦なく殴るといったね、目からはねはいビームを相変わらず出しております。
すべての攻撃倍率が尋常じゃないですよ。はい、ビリーあっという間に殲滅。なんだこいつら、準備運動にもならぬわ。まあそりゃそうだ、ビリーだからな。さあ巨人のゴロー一体何人ぐらい倒せるか、ゴローチャレンジやっていきましょう。いや初めはねちょっとねゴロー20人ぐらいでやってみましょうか。いやー強いぞ。さあ爆発兵器とかね、めちゃめちゃね強い兵器はねこのガシャドクロにはついていないんですが、はい、HP がねめちゃめちゃ多いんですわ。そしてねこの剣の攻撃倍率、はい、殴り攻撃の攻撃倍率、目のビームの攻撃倍率、どれも高いので、はい、高い攻撃力を兼ね備えております。いや20人じゃ足りねえか、ゴロー50人ぐらいにしてみようか。じゃあ、いやーゴロー50人はなかなかやべえぞ。さあ勝てるのかガシャドクロ。はい、しかもねこのね剣にはねさりげなく火炎放射器がついていて燃えてるね、ちょっと地味にね燃える剣なんですよね。さあ HP はですね健康の開始がね、はい、このようにですね3万ということでですね、いつも1万ぐらいで作るんですけどその3倍です。はい、やっぱスケルトンの親玉ということでちょっとね高めに数値をいじりました。いやゴロ50匹も楽勝だったな。さあミサイルタレット10台ぐらいならどうかちょっと見ていきましょうということでね、さあミサイルが襲いまくる。おーやべやべやべ、ガシャドクロといえども危なかったなお前ミサイルの連射力半端なかったからな。いや結構ね強く作ったつもりなんだけどどうだろうっていう感じではある。例えばねこのサイボーグプレシオサウルス、こいつはね重火器めちゃめちゃついてるからね、結構こいつに勝てるやつ少ないんですよ。さあサイボーグプレシオに勝てるのかどうか。うわーすげえ、おお一瞬で倒したいやビームだけで倒してたな。はい、 HP もねまだ半分以上あります。これは強い、やばい。いやーちょっと待ってくれ、あの作り直そうと思っている、はい、こいつウツボですね。こいつねバリスタがねめっちゃついてて、もうね最強のね火力を誇っているんですけれども、ちょっと見ていきましょうか。さあウツボに勝てたら結構すごいぞ。お、相打ち、相打ちだよウツボ同等の火力、ちょっともう一回見ていきましょうか。さあおー今度はガシャドクロが勝った。うわギリギリだね。いやー火力はウツボナビということでなかなかやばいんじゃないかこれ。他にもねもうデタラメに強いやつはいますね。さあ先日作った、はい、このメタルアーム搭載型メタルゴロ。いや実はねこのねメタルアームのビーム砲の倍率とガシャドクロの目についているビームの倍率同じです。というわけでいい勝負になるんじゃないでしょうか。ということでね、体の大きさはメタルゴロの方が全然小さいけれども、一体どちらが勝つのか。お、剣で、おーっとゴロが勝った。え、ゴロ強えな。あ、でもねいい勝負なんじゃないかなと思います。ちょっともう一回戦わせてみよう。さあビームとね、いやロケットランチャーついてるからなゴローには。お、今度はガシャドクロが勝った。うわーいい勝負だ。いやーこれは強いぞ、蹴ってるめっちゃ蹴られてる。はい、それもそのはず、ゴローの HP も3万超えですからね。いやーすごいな。さあ暗黒騎士とも戦わせてみましょう。こいつね HP デタラメにあるんでね30万あるからありすぎだろうって、ちょっとね倍率ミスっちゃってんだよねこれ。それでもですねこのガシャドクロのね攻撃力があれば勝てるんじゃないかというかね、いい勝負になると思うんですわ。というわけで見ていきましょう。さあガシャドクロのねこれで攻撃方法もねまあいや分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、さあ剣でね、はい、ぶっ刺しながら殴りながら、そしてビームを浴びせながらとね、結構多彩なんですよ何気に攻撃方法としては。さあガシャドクロ暗黒の力を使ってどんどんと暗黒騎士を追い詰めていく。さあ暗黒騎士やっぱり HP 結構減ってるね。さあ暗黒騎士もね攻撃決して弱いわけじゃないんだけれども、お、落とされるか、ていうか自分が落ちる、あー落ちる。なんでスケルトンどもはそうやって落ちていくのかな、いちいち、おい暗黒騎士まあ倒せ、落ちなければ倒せてたね多分ね。いやめっちゃ谷底気にしてるやん。さあ久しぶりに出てくるぞ永遠のナンバー3こと、はい、
最終兵器ですね。いやこいつマジ強いからな。神様と死神に唯一対抗できるユニットでございます。さあこいつにはねさすがに勝てないと思うんだけど、どれだけね戦えるかどうかってところをちょっと見てみたい。え、結構耐えてる、結構耐えてるぞ。ガシャドクロ激しい猛攻に結構耐えているが、あーやっぱりやられた。いやー落とされたしな。最後はお前も落ちるんかい。でも結構削ってたぞ。いやちょっと激しすぎたんでね、ちょっともう一回見たいですね。いやーすごいな、爆炎がやばい、爆炎が。いやーここまでね戦えるキャラクターも少ないですよ。いやホバリングしながらねいろんな兵器をね浴びせまくっているが、すげえすげえ3分の1ぐらいは削ってるかな。いやーやっぱガシャドクロ何気に火力高いわ。負けても恥じることはないぞガシャドクロ。なんだこいつは、世の力がまるで歯が立たない。そうなんだよガシャドクロ、世界は広いんだよ。いやでもガシャドクロ相当強くね仕上がってますからね。さあテストどんどんやっていきましょう。さあビッグボットライデン3体もはいこのようにあっという間に破壊可能でございます。いや強えなこいつ。はい、これに後方支援用のドローン5体を配置してもきっと勝てるんじゃないかなと思うんですわ。おーードローンの攻撃もねめっちゃ浴びてるけれども、はい、ひっくり返りながらビームを打ってね、はい、全部倒した。いやひっくり返っちゃってるけどな、すごい強いな。はい、 HP もはいそれなりに残ってると。ターゲット捕捉、全滅行動開始。機械の傀儡か、お前らごときに私が止められるとでも思っておるのか。さあ激しい銃弾をですねもろに食らってもどんどん倒していく。いやスーパーバトルボット軍もねあっという間に、あ、え、やられた、やられちゃったよ。さすがに分が悪いか、サモンダークです。はい、前回作ったスカルスパイダーを呼び寄せた。いやすげえ威圧感だな3体並ぶと。いやこのロボット越しに見るとねデカさがね伝わりますね。さあこれで見ていきましょう。いやーすげえ迫力だな。さあスカルスパイダーも加わったということで攻撃が分散される。いやスカルスパイダーやっぱ強えな。そしてガシャドクロのビームであっという間にドローンを全て破壊。うおー、よし進軍するぞ。その言葉を待っておりました。さあスケルトンども進軍だ。うおースケルトン軍やばいぞ、進軍してきたぞスケルトン軍。さあ最近ミノタウロス軍だいぶね進軍されてね数が減ってきてますね。対して勢力を温存していたスケルトン軍、この兵力は圧倒的違いだ。さあスケルトン軍、まずはミノタウロス軍を滅ぼすつもりだというわけで見ていきましょう。さあ激しい戦いが始まる。さあ最前線ミノタウロスとスケルトンが今戦いを始めた。さあ結構ね飛び道具がね少ないんだよねこのバトルはね。ミノタウロス軍がね結構弓矢を使うから、はい、あとガシャドクロのねビームがあるぐらいで、そんなにね遠距離攻撃できるユニットがねいないんでね、はいはい、ガチンコのね勝負になると思います。さあ唯一ビーム兵器を持っているガシャドクロが戦線をですねかき乱す。そしてスカルスパイダーが突っ込んできた。いやーどんどんねスカルスパイダーのねもう下敷きですわもうこれ。いやーもうしかもね骨骨恐竜たちもね数が半端ないからね。いやーミノタウロス軍多分ねどんどんやられてますねこれ。うわーあっという間だった。ちょっと重すぎるからちょっと数減らそうか重たすぎた。おいおいスケルトン軍だと、いつあんな勢力つけやがったんだ。拙者が隠密行動してる間に大変なことになっててござるな。関係ねえぶっつぶるせえ。そうだ、目の前にいる奴らは叩き潰すのみだ。怖いね、大した兵力だね。さあそれぞれがですねかなり戦闘力を秘めた海洋生物軍がですねスケルトン軍の前に現れた。いやこれは正直どっちが勝つかわからないけれども見ていきましょう。いやさっきよりもねユニット数がだいぶ減ったんでね見やすくなりましたね。さあはい、このようにですねモササウルスとハンマーヘッドシャークがいつも通り突っ込んでくるが、はい、やられる。さあどうだどうだ、これはなかなかいい勝負なのではないだろうか。さあでもねウツボとね
このね、プレシオサウルスの火力が半端ないからね。お、ガシャドクロ吹き飛んでいる。あ、まだだ。ガシャドクロ生きている。さあ、ガシャドクロとスカルスパイダーがまだ生きている。さあ、ウツボ。そして、プレシオサウルスが、はい、すべてを焼き尽くす。いやー、海洋生物群、さすがだな。なんかすげえ、ワイヤーがどこまでも伸びてんだけど、バグって。なんだこれ。やっぱり、我々の方が強いでござるな。いやー、ウツボに至ってはね、ノーダメージか、これ。やば。海洋生物群やっぱ強えな。さあ、最近急激に力を伸ばしてきている、メタルアニマル軍団、サイとマンモスの軍団ですね。いや、こいつらもね、強いんだけど、どうだろうか。見ていきましょう。いや、これはね、なかなかいい勝負になると思うんだけども、どうだろうか。さあ、サイとマンモスが突撃していく。ワイヤーガンでスケルトンどもをどんどん引き寄せる。さあ、どうだろうか。さあ、後方のね、ガトリングマンモスたちもですね、後方からね、もう撃ちまくるといった感じでですね、さあ、どっちが勝ってもおかしくない状況。さあ、今回の主役ガシャドクロが進軍してきた。ガシャドクロの HP が気になるところですね。さあ、まだなかなか HP 減っておりません。さあ、マンモス囲まれる。逆に囲まれる。スカルスパイダーやっぱり強えな。接近戦においてはマンモスもなかなか強いんだけど、お、1体のスカルスパイダーが落ちるのか。やっぱり落ちるのか。やっぱり落ちるんかい。ということで、はい、ガシャドクロ強ー。さあ、はい、メタルアニマルズをですね、やっつけましたね。地味にブラキオの骨も生きてんな。さあ、それではですね、サイボーグダイナソーズとも戦わせてみましょう。今回はね、一番強いライトニングアンキロもいますんでね、これはどうなるかわからないですよ。さあ、見ていきましょう。さあ、ダイナマイトちょっと爆発しちゃってたけど大丈夫か。はい、バキペ、はい、バキペパローが、はい、骨骨恐竜たちに、はい、アタックしている。さあ、どっちが勝つのか。遠距離攻撃できるからね、ダイナソーズたちはね。それが強いですね。さあ、スケルトン軍、それに対しても突っ込むのみですわ、基本戦術。ガシャドクロはですね、遠方からビームが打てるので、さあ、ガシャドクロはなんとか生き残ってほしいところですね。さあ、サイボーグ恐竜たち、まだまだ生き残っている。さあ、主力どもがぶつかるぞ。どっちが勝つのか。さあ、HP ゲージを表示させましょう。いやー、どんどんと数が減っていく。さあ、ガシャドクロのお目目からのビームがなかなかの火力。さあ、この剣攻撃もですね、倍率やばいからな。近づいたらですね、お、ガシャドクロがやられそうだ。うわー、どうだろうか。あ、ガシャドクロやられた。さあ、スカルスパイダーはまだ生き残っている。ライトニングアンキロの雷撃攻撃が、はい、見事に炸裂していた。いやー、サイボーグダイナソーズの勝利。まさかの。いや、これアンキロいなかったら多分ね、ダイナソーズ負けてたね。いや、やっぱこいつ強いわ。ガシャドクロさん、復活されてまだお力が 100% 出せていないのではないですか。いや、我は常に全力であった。この世界なかなか落とせぬぞ。まだまだ戦力強化が必要だ。はい、ガシャドクロがですね、復活してスケルトン軍最強になったかと思いきやですね、やっぱり軍団バトルではですね、まだまだスケルトン軍戦力が欲しいといった感じですね。ガシャドクロにもですね、なんか新たなね、考えがあるみたいですので、これからもですね、スケルトン軍のキャラクター増えていくかもしれません。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。